今回の姫路の広場は今年4月に行われた姫路市長選挙で初当選を果たした清本秀康姫路市長にお話を伺います。それでは清本市長、今日は市長の姫路への思いをいろいろと伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、初登庁から2ヶ月が過ぎましたが、今の心境はいかがでしょうか。はい、5月7日には市職員や多くの市民の皆様の出迎えがあり、私への期待感がひしひしと伝わってきて、本当に身が引き締まる思いでした。あれから2ヶ月が経って、職員から話を聞く中で今抱えている問題点などが見えてきました。もうしっかりと職員の方とコミュニケーションを取られているということなんですね。はい。ところで、先日行われました市議会で所信を表明されました。で、その中で人というキーワードがたくさん出てきたように思ったのですが、これから私が進める姿勢は、先人が築かれた前史的な繁栄を一層進めて、さらなる発展につなげていく姿勢であります。私のこれまでの経験を生かしながら、何よりも人に優しい姿勢、人を大切にし、人に寄り添う姿勢を進めてまいります。都市ビジョンとしては、活力あふれ、人が輝く生きがい先進都市を掲げ、ライフという英語に込められた3つの意味、命、一生、暮らしの3つのライフを守り、支えていく事業を推進していくこととしました。具体的にはどういったことを進めていく予定でしょうか。はい、一つ目のライフ、命では、市民の皆様お一人お一人のかけがえのない命をしっかりと守っていくために、健康・医療体制の充実や防災安全安心施策の強化に取り組んでいくとともに、生きがいを支えるさまざまな支援を行ってまいります。健康医療については、播磨姫路圏域で最大規模の仮称県立播磨姫路総合医療センターの整備のほか、都市部や南西部地域にとどまらない地域全体の医療体制の強化を推進してまいります。効果的で効率的な医療福祉サービスの提供を可能とする仕組みの構築や、市民目線に立った手続きの迅速化を目指して、医師会等と協議を重ねながら検討を進めてまいります。また市内の医師確保に向けた取り組みを強力に推進し、地域医療の充実を図ってまいります。市民の安全対策についてはいかがでしょうか。私のこれまでの災害や救急現場での経験を生かしながら、怪我人や病人を1秒でも早く医療機関まで搬送できるよう、通報から搬送までの時間短縮に取り組みます。また市民の皆様お一人お一人の防災意識の向上や、消防団自主防災組織を中核とした地域防災力の強化など、事前防災減災対策に取り組んでまいります。続いて2つ目のライフ、一生という言葉がありましたが、はい、市民の一生に寄り添い、未来を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、子ども子育て支援や教育環境の充実に取り組みます。また就学就労支援から高齢者障害者福祉に至るまで、その一生を通じてそばに寄り添って、充実した支援が行き届くよう体制を整えてまいります。具体的にはどういったことを進めていこうとお考えでしょうか。子ども子育て支援については、待機児童の解消や、本年10月から始まる幼児教育保育の無償化等に対応するため、教育保育の提供体制の確保に取り組むとともに、保育士の皆さんに姫路で長く働き続けてもらえるよう、
必要な対策の検討を進めてまいります。また病児・病後児保育については働く子育て世代の声にしっかりと耳を傾けながら必要な支援を行ってまいります。では学校施設の充実についてはいかがでしょうか。学校給食の安全と安心を第一に、一律中学校全校での全員給食の実施に向けて着実に取り組むとともに、地産地消による食育を推進してまいります。また教育環境の改善として、すべての一律小中学校、義務教育学校、幼稚園へのエアコン整備を今年度中に実施していくとともに、一律小中学校、義務教育学校の校舎のトイレの洋式化を重点的に進めてまいります。では高齢の方、障害のある方への体制についてはいかがでしょうか。高齢者・障害者福祉については、関係機関と連携した買い物や通院への支援について検討するほか、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる、そういう社会の実現を目指して、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを進めてまいります。また障害福祉サービス等の充実に努めるとともに、障害者差別解消法に基づく啓発活動にも取り組んでまいります。では最後のライフ、暮らしについてはどのようなお考えがおありですか。岩見前市長のもと、姫路駅周辺の中心市街地については、姫路・播磨地域の玄関口として目覚ましい変貌を遂げました。今後は大手前通りの再整備に合わせて、にぎわいや景観などの魅力向上に継続して取り組んでいくとともに、周辺地域にも波及させていく仕組みの構築に向けて強力に取り組んでまいります。また地域夢プラン事業等により掘り起こされた貴重なオンリーワンの地域資源については、姫路城プラスワン作戦の中で本市の新たな観光資源として活用するなど、付加価値を高める多角的な利活用を進めてまいります。観光といえば、姫路城を訪れる外国人観光客の方も年々増えていますよね。本市にとって最大の文化観光資源である世界文化遺産姫路城の持つ魅力を最大限に活用し、外国からの観光客のさらなる誘致に向け積極的に取り組んでまいります。具体的には、外国人観光客に好まれるお殿様、お姫様、侍、忍者などを活用した体験プログラムや、普段は入場することができない夜の姫路城を活用したナイトツアーなど、姫路での滞在を一生の思い出としていただけるような特別感のある滞在型観光を検討してまいります。では都市開発の面ではいかがでしょうか。はい、地域の悲願である播磨臨海地域道路網の早期整備に向けた取り組みを継続していくとともに、本市としてキャスティ21の最後の整備施設となる文化コンベンションセンターの着実な整備の推進を図ります。さらに山陽電鉄の鹿間駅周辺において、利便性と安全性に配慮した環境改善に向けた検討を進めるなど、道路交通網と公共交通網の整備を渋滞解消や市民の利便性確保の観点から強力に推進してまいります。また播磨の食文化の拠点となる新市場移転と周辺環境の整備に着実に取り組んでまいります。そしてまた来年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されますね。はい、そうですね。本市でも聖火リレーの受け入れや、フランス柔道選手団の事前合宿受け入れ、オリンピアンによるスポーツ教室など
さまざまな取り組みを進めておりますが、こうした機会を通じて特に子どもたちのチャレンジしよう、頑張ろうという気持ちを育てていきたいと考えています。市民の皆様がトップアスリートによる試合や大規模なスポーツ大会を間近で観戦し、スポーツの持つ魅力を直に感じることができるよう、トップチームへの支援や手柄山周辺の施設整備をしっかりと進めてまいります。子どもたちにとっても貴重な機会となりそうですね。市長、それでは最後にメッセージをお願いいたします。はい、私は人の命と向き合いたい、その強い思いで医師を志しました。そして医師となり、人々のライフを守り支えていくことの大切さを痛感いたしました。市民の皆様お一人お一人の命を輝かせたい、人を大切にし、しっかりと応援し、もっと働きやすい、もっと暮らしやすい、もっと子育てしやすいふるさと姫路を作っていかなければならない。歴代市長が築いてこられた市政の発展をしっかりと継承し、さまざまな方面で花を咲かせていかなければならない。私にしかできないという強い使命感のもと、力強く市政を推進していくことを固く決意いたしました。これから私は強い信念のもと、市政の課題の実情を肌で感じるため、可能な限り現場を回らせていただき、市民の皆様と直接議論を重ねさせていただきます。オール姫路の体制で市民の皆様が世界に姫路を誇れるよう、誇りたくなるような町にしてまいります。よろしくお願いいたします。清本市長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。子どもたちがね、はい、昔小さかった頃にカブトムシやクワガタムシをね捕まえたいと、うん、で言うから、知り合いのやっているゴルフ場の、はい、ところ、ゴルフ場だとね、あのカート道があるので、カートに乗ってこうずっと行けるんで、はい、そこの木の股みたいなところに、ええ、蜜を塗って、昼間のうちにで、夜の7時8時に、はい、こうゴルフ場ずっと暗いところ行って、懐中電灯でバッと照らしたら、そこの木のところに山ほどガーッと、もう30匹も40匹もカブトムシがおるわけですよね、はい、そしたら子どもたちはそのテレビで見ているカブトムシっていうものと自然の中で集まってくる。カブトムシもおればね、変なコガネムシもおるしね、はい、それがもうぐちゅ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 その木の股で食べてると、それ見た瞬間に怖がって取れない。もう多すぎて1匹2匹だったらまだ、そうなんですわ、はい、で昆虫というものと接するのがないのが これでは困るなと、はい、やっぱり田舎に住んでるのにこれでは困るなっていうふうに思ったのが今から15年ぐらい前で、はい、それで子供の絵日記見たら、うん、カブトムシが怖かったで書かれて、なんじゃこれ言うて。でも衝撃だったんでしょうね、きっと。本当